岡部さんの初めてのデートの別れ際、男子が帰りたくなくなる一言。え、もう帰っちゃうの？ダメダメ、忘れてるよ。いや素晴らしい。明けましておめでとう、今年もよろしくな。違うじゃん、それじゃないじゃん、好きって言って。岡部はダメだ、あるように話しちゃダメだよ。さあどんどん行きましょうか。仕事と俺どっちが大事なんだよ。おーちゃんだよ。てくるよね、もうあんま AKB の子のこういうこと言うのはふさわしくないと思うんですけど、もうただのいい女に見えてくるAKB の子とかじゃなくて同窓会で男子がドキッとする酔っちゃった元クラスメイトの一言です。あっつー、あれまだもうちょっと残ってるな、これ飲んだら私どうなっちゃうのかな。やっぱすごいわ、もっとあなたに早く出会いたかった。